ト、フジモンです。今日はセントラルサーキット来てます。ちょっと面白い話がありまして、この間グッドライドタイヤのマッツンから連絡入りまして、姫路であるシミュレーター、まあ車のドリフトとかのシミュレートをするようなお店があるんですけど、そこでまあ日本チャンピオンがいると。でその子若くって、今回走行会で初めて実車でドリフトやってみようということなんで見に来ました。はい、果たして初めてのドリフトシミュレーターで日本一、世界2位らしいんですけど、まあ、その子が初めてドリフトを実車でしてみたらどうなるか撮っていきたいと思います。ところによると、はい、平成10年生まれ、平成11年、はい、うちの息子の一つ下やな。あ、そうなんですで、シミュレーターで、はい、日本一、そうです、一応そうですね、2大会ほど1位取らせていただいて、で、今日初めての車でのドリフト。そうですね、ドリフトも初めてで、車も初めてなんで。あ、車も初めて、はい、操作は分かった、あとで走ってるとこ撮らせてください。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。頑張ってね。はい、行きます。この間に、はい、全然安心しておる。本当ですか。はい、こっちも撮りましょうか。いやまず撮ります。
装はどうやったんですか？今日初めてでできるとは思ってなかったんです。ここまで綺麗にできるとは思ってなかったです。できるやろうなっていうぐらいで。それも何回目かでできるやろうなってレベル。一発目からできるって思ってました。いや、思ってなかった。最初手探りから昼ぐらいから、まあ、できるんやっていう感じかなと思ったら、またマッツンが電話してきて、はい、できたそうなんです。最近の子すごいなって。ほんますごいです。終わったら一緒に行きましょうか。いいですか？あ、すいません。シュミレーターからやな。ドリフト撮影します。
バイみたいな感じドキドキ感がある。初めてあのドリフトやってみて、はい、いやもう自己評価。そうですね、実はもう最初は全くできないと思ってたんですよ正直。でも思ってたより感覚近かったんで、あのさっき100点って言ってました。僕は100点って言いました。僕はまあ80点で残りの20点は何？あ、そうですね、こうやっぱりこういうところではできましたけど、うん、実際これがコースとか出てみるとまた変わってくると思うので、なるほどね、だからそれを体験してみないと100点とは言えないかなっていう。なるほど、じゃあ頑張ってこれからもドリフトリアルとシミュレーターと、そうですね、どっちも頑張ってください。どっちも頑張ってます。どっち頑張ろう思ってますか？僕はリアルの方行きたいですよね。言ってますか？あ、いやいや、そのためにやってるんで。でも逆にそれだけシミュレーターが優れてるってことですよ。みんなぜひ行ってください、行ってくださいよ。はい、また遊びに行きます。よろしくお願いします。よかったな。よかったです。ということで一旦終わろうかな。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあまた。